はい、皆さんこんばんは。それでは13日の金曜日、早速やっていきましょう。今回は6人でマッチですね。はい、そして私はジェイソンですね。私がジェイソンの側です。久しぶりですね。なかなかメンバーって回ってこないんですけど、今回はサバイバーというか人間側が2人落ちちゃってるので6人ですね。ちょっと見つけにくいな。それはまた運がない。さあ聞こえてきますね、向こうから生命の息吹が聞こえてきます。どの辺だろう、この辺かな。うん、ここだな。あ、この家だな。いいでしょう。うん、早速悲鳴が上がったぞ。当然のことながらですね、おお、なるほど、ラジオか。なるほど、やりますな。このラジオ意外とうざくてですね、こいつのせいで惑わされてしまう。いいですね、早速陽動を仕掛けてきました人間側。いるな、いや、いるな、いますね。なるほど、ラジオを陽動にして、うん、いたね。まあ見えてるんですけどね。ただ、残念ながら追いつくことはちょっときついかな。じゃあちょっと追いかけっこしましょうか。あははは、待ちたまえ。どこまで行くんだい。ジェイソン足が遅いのでね、最初追っかけっこは大変なんですよ。ただ、人間側はですね、スタミナというものが存在するので、いつまでも永久に追いかけっこができないわけですよ。おまけに先回りもできます。ほら、こっちなんだな。びっくりしたでしょ、気づいてないのかい君。私は先回りしていたのだよ。ジェイソンは神出鬼没、後ろから追ってくるだけではないぞ。まず一人目、さあ次。向こうから音がするな。うん、向こうから音がするな。ジェイソンワープ。これはですね、時間とともにいろいろこういうふうに解放されていきます。おお、家ではなく家の向こうだな。あ、いたな。ほら、家の中にいると家自体が赤く染まってしまう。家の外に出るとプレイヤーがですね見えるわけですよ。さあさあ追いかけっこですよ。あの子はどこまで逃げるんだい。僕は優しいからね、目に見えるものしか倒さないよ。さあ行くぞ。はい、先回り。さあもう走れないかい。この子は何か持ってるかな。さあでも反撃してくる可能性がある、十分に注意しよう。はい、お、反撃してこない。そのままだと死んじゃうぞ。どうした、反撃しないと死んじゃうぞ。じゃあ救ってあげましょう、この恐怖から。もう怖くないね。さあ2キルです。さてどこかな、次はどこかな。音が聞こえねえな。うん、聞こえないね。おお、なるほど、車かい、もしかして車ですね。どこに行くんだね、どこに行こうと言うんだね、その車。ちょっと待ちな。うんうん、どうした、そんなとこに行っちゃダメでしょ。照明弾持ってますね。あ、
正面である前にナイフを使ったか。なるほど。ナイフを使ったという子は、あの子はもうナイフがないですね。後ろで正面弾持ってるやつは危ないな。なるほど。そっち行っちゃうかい？そっち行っちゃうかい？どうしてそっち行っちゃうんだい？いや、いるって。いるって。どうした？どうして、君は、友達を置いて逃げたんだい？自分だけ助かろうとしたのかな？ダメだな、そういう悪さをしちゃ。ずるっ子は良くないよ。はい、逃がさないよ。今乗ろうとしてるでしょ。はい、照明弾。ああ、なるほど。いいよ、照明弾。これで君はまた一つ逃げ道を失ったわけだ。そして私は、ステルスを使う。これで、彼女は私がどっかに行ったと思い込むだろう。ステルスを使うとね、音が聞こえなくなる。ほら、外に出てき。ほら、出てきた。残念。外出てたんでした。オーマイゴー！そこは逃げ道じゃないよ。はい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 。残念で、お、君もナイフを持ってるんだね。よくないなぁ。よくないなぁ。でもそこは逃げ道ないんだ。あ、逃げたか、それでも。ほう。さあ、反撃してくれ。お、当たっちゃったか。あの、反撃するとね、たまにこういう風にスタンするんですよ。お、外した。どこまで逃げるかな？惜しい。追いかけっこだ。多分、私を殴る気ですね、これ。先に殴った方がね、よく、失敗するんですよ。はい、残念。はい、お疲れ様。もう君を守るものは何もないよ。飛んだね。だいぶ逃げられちゃいましたね。あ、一人だけか、逃げたの。一人だけ、ん？ 4 分の6人で始まらなかったっけ。まあまあいいでしょう。まあ、結構落ちちゃってみたいですね。はい、というわけで敵を全滅させました。残念だったね。ありがとうございます。ちょっと人数が少なかったら残念ですね。もうちょっとやりたかったな。じゃあ次は人間側なればいいな。